入ってるかな。すごいですね、やっぱりこの拍手は。なんかなんとなく癖になるっていうのが分かります。私こういうような顔をしてて、実はバイオマスの研究者という、そういうようなことをやっております。で、バイオマスって何なのか、まあ、そういうふうに聞かれた時に、多分皆さんあんまり馴染みがない言葉だと思うんですね。だけどそれ以上に馴染みがないんじゃないかなと思うのが、この私の名前ですね。皆さん、大体今笑われた方はちょっとこうね、日本語圏で分かるんじゃないかなと思うんですけど、これ一応海外にも放映してるらしいので、ちょっと一応ですね、私聞かせてください。この名前、典型的日本の男の名前だという人、ちょっと手を挙げていただいて。誰もいない。これはあなた女でしょうと。どう見てもこの名前見たら普通女だしよう。はい、よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。この名前のおかげでですね、私今までいろんなエピソードあります。小学校4年生の時にはですね、家庭科の授業始まるじゃないですか。で、その時に裁縫セットって、今だと売ってるのかな、分かんないけど、買うんですよね。で、その裁縫セットで、男の子が兜の絵、女の子が手まりの絵、ね、私のところに何が届くかって、これはまあ皆さんご想像の通りなんですけど、手まりのやつが届く。で、小学校6年生になると、今度は上履きですよ。私もうだいぶ大きくなっててですね、足のサイズが27センチぐらいあったんですね。で、ある、まあ、新学期の時に上履きを共同購入しまして、で、来た上履きを見てみたじゃないんですよ。来ないんです、私のが。で、なんで来ないんですかって先生に聞いたらですね、今作ってます。で、数日後に届いた上履きというのが赤い27センチのですね。でも、その27センチの上履きが来た時にですね、私本当履こうかと思ったんですね。だけどちょっとやっぱりなんとなく、まあどうしようかなと思って、すいません、27の青色をお願いしますというですね、そういうふうなことをしました。で、まあ、こういうふうに聞くとですね、大体の皆さん、私子供の頃嫌な思いをしてただろうから、もうこんな名前嫌なんでしょうって思ってるかもしれないんですけれども、実は結構ですね、いい名前なんですね。これパッと皆さんね、もうすぐに、あいつ女みたいな名前の五十嵐だってこう思うと思うんですけど、そういうふうにすごく見てもらえる。で、いいですね。私のですね、家系図。これは私の名前がついているということよりも、むしろですね、私の息子ですね。あと、これはこんなところで話すとちょっと兄に怒られるかもしれないんだけど、兄のところの息子もちょっと見ていただきたいんですけれども、皆さんついてるでしょ。でね、この彦っていう名前がつくとですね、まあ大体日本の方は先ほどのように女性だと思われる。それで、息子さんにそういう名前をつけるのは、まあ大体嫌がるだろうと思うかもしれないんですけど、さっきも言ったようにすごく私はいい思いを結構したんですね。で、それが証拠にですね、私の兄も自分の息子に同じようにつけてる。で、それどころがですね、私と兄にこの名前がついてるということはどういうことかというと、私の両親、つまり私の父ですね、がやはりいい思いをしてこの名前をつけてるんですね。で、まあ、そう言ってみると、なんとなくですね、親子3代、ごめんなさい、孫まで行って3代目ですよね。そうすると、由緒正しい名前なんですねっていうふうに皆さん思われるかもしれないんですけど、よく見てみてください、この。これ、もう亡くなられてるので、じいちゃんには悪いけど、名前ちょっと出させていただきました。ね、祖父はついていないんです。つまり祖父の趣味で始まった名前だということです。で、まあ、非常にこれはですね、私自身も、まあ、生まれた時からね、こういう名前だったので、あんまり気にはしなかったんですけど、なんでだろうなっていう、そういうふうな感じでした。で、ただですね、これ見ていただいて、皆さんね、もう一つだけちょっと気づいてほしいことがあるんですよ。この女性陣は、私の、まあ、娘とか、うちの兄のところの娘とかね、その辺はもう五十嵐家もともとなんですけれども、嫁いできて、要は奥さんになられている方いらっしゃいますよね、私の奥さんとかで。で、そういう方の名前を見てみると、確かに子が多い。で、私の娘なんかは子が2つとも、2人とも子ついてますよね。で、私も子がついてる嫁、奥さんを絶対もらおうと思ったので、名前、子がついております。
で、私の母親もですね、子がついておりまして、おばちゃんも名前が子でございます。ただ、じゃあその子がついている名前が一般的なのかというと、実は兄一家のところ、これ実は男の人にしか子がついてないんです。すごい面白いでしょ。で、もっとすごいのは、この名前をうちのじいちゃんと一緒に始めたはずのばあちゃんの名前が子がついてない。でですね、ここまで来るとですね、私ちょっとこうムラムラと研究者魂みたいなのが出ちゃうんですね。で、一体どういうことなのかというのをですね、ちょっとやってみた。で、皆さん、明治安田生命というところがですね、毎年名前ランキングっていうのあるじゃないですか。で、あれのトップ10をですね、こう、あれはあそこのホームページにはトップ10の名前が出てるだけなんですよ。それを私全部ファイル計算ソフトじゃないですね、表計算ソフトに移しまして、それでちゃんとアナライズしたんですね。そうしますと、これすごく面白いことが分かった。1900年代ぐらいからですね、こういきなりその子がつく名前っていうのがこうグッと出てきてるんですね。で、一方でそれがですね、まあ何十年か続いたと思ったら、こう1974年というこのラインを境にもうほとんどなくなってしまってる。で、つまりどういうことかというと、子がつく名前、皆さん今ね、女性で当たり前のごとく女性だと言いましたけれども、実はそんなにもう今やポピュラーではないということなんですね。で、しかも1915年から1974年までのたったこう60年間しか、実は子がついている名前というのは女の人じゃないんです。皆さんよく思い出してください。小野妹子さんとかですね、さんつけるかどうかわからないけど、まあ、小野妹子さん、まあ、すごく昔にはほとんど男子の名前だったんですね。なぜか私が生まれた世代の時だけが女子の名前 で私は女性に間違えられるという、そういうことが起こってた。で、これね、まあ、今日なんでこんな話をいきなりイントロダクションでしているのかと言いますと、この常識っていうもの、例えば皆さん子がつく名前は常識的に女だと思われているかもしれないんですが、もうそんな常識は40年前に、こう大体私が生まれたあたりなんですけれども、もう終わっているということなんですね。で、その時間ですよね、常識っていうものの賞味期限というか、そういうようなものっていうのがですね、ちょっとこう感じていただけたらいいかなと思ってます。長いイントロダクションになってしまいました。私はですね、バイオマスというものを研究しております。で、バイオマスって言いますと、その皆さんですね、まあ何のこっちゃよくわからんっていう方が多いんじゃないかと思うんですけれども、これ造語なんですね。バイオっていう言葉と、あとマスっていう言葉、この生物と量というこの2つの言葉を掛け合わせてバイオマスという言葉になっているわけです。で、まあ言ってしまえば、まあ、生物量なんですけれども、これパッとですね、ちょっとでも皆さん知ってる方だったら、例えば木とか草とか、そういうようなものっていうのがバイオマスだっていうのはよく知ってるよ、こういうふうにおっしゃると思うんですけれども、実はこれ生物資源なので、生物量でもあるので、これは動物でも植物でも別に構わないんですね。例えば皆さんの体自身、これも実際にはその自然界のその生物の成り立ちから出来上がっているものなので、バイオマスなんですよ。で、つまり地球上で生物的に出来上がっていく、そういうある物質量っていうものが、これがみんなそのバイオマスだということになるわけです。で、そう考えるとですね、結構実はいろんなものが私たちの周りにあるということに気づきます。で、私の場合はそれをいかにいろんなものに利用していこうか、そういうようなことを考えているってあります。これ実は私の研究というものをですね、一枚の絵にして、これ立教大学のサイエンスコミュニケーターの工藤さんという方がですね、絵にしてくださったんですけれども、まあ、多分この端っこにいるのはこれが私じゃないかなと思うんですが、とにかくですね、その循環型社会というものを作るためにどうやってバイオマスを利用していくか。で、その中でその私がこう特にですね、力を入れているところというのは酵素ですね。酵素、皆さんご存知ですよね。酵素パワーというようなやつです。で、その酵素を使っていかにこういうバイオマスを利用していくか。で、あとはですね、その木とか草とか、そういうようなもの、特に木なんですけど、私の場合は木というのは非常にその、まあ、なんていうんですか、壊すことができる生物が少ない。で、その中でも特にこのキノコですね、これ生えてますよね、この辺に。こういうようなキノコというのは木を分解する酵素というのをいっぱい持っていますので、そういうものを使ってどうやってバイオマスを変換していくか、どうやって利用していくか、そんな研究をしています。ただこのことに関してはですね、今日はちょっとあまり詳しい話はしないで、ぜひですね、展示が上にありますので、その辺のところに来ていただけたらいいと思います。でですね、じゃあそんなに五十嵐バイオマス使え使えってこうね言ってるんだと、その割にさっきこういろんなところにバイオマスがあるじゃないかという話をしました。
で、実際そうなんです。例えば私たちはもうすでにその社会の中でバイオマスっていっぱい使ってるんですね。例えば皆さんが今着てるシャツ、私も着てるのシャツもそうですし、これはコットンにしてもウールにしても、これはコットンの場合はもちろんもうダイレクトに木とか草とかそういうようなものですよね。で、例えばウールなんていうのは、あれは羊が植物を食べて作ってるものなので、これもバイオマスなんですね。で、要はその衣食住の中の衣の部分っていうのは、これはもう間違いなくバイオマスがはびこっている。で、じゃあ食の方はどうか。食というのは、例えばここに美味しそうなもの出てますよね。このお刺身ですとか、まあ、エビ、カニ、まあ、何でもそうです。あとご飯もそうですし、日本酒もそうで、そういうようなものというのは全部本当ですね、もうこれ全部だと言っていいと思います。全てバイオマスなんですね。で、そうすると食っていうことに関してもこれも別に問題ないだろうと。で、じゃあ銃の方はどうか。これ日本では特にそうなんですけれども、その木造で家を作りますよね。で、そうしますとその木造で作った家というのはもちろん木からできてますから、ほとんどがバイオマスだということになる。で、そう考えると、その何のためにそんなにバイオマスを使うということを一生懸命頑張らなきゃいけないんだ、こういうふうに思うわけですね。こういうその人間が暮らすため の、 そのすごく基本的な衣食住に関しては、これはもうバイオマスは使われているということになる。じゃあこれをもうちょっと見ていきます。そうすると、例えば薬、ね、これは結構その薬の成分ですとかそういうものっていうのは石油から作られてますよね。で、例えば私たちが使っている、ここでもこの会場でもね、タブレット使っていいとかそういう話をしましたけれども、中でじゃあバイオマスがどれだけ使われているか、ほぼないと思いますね。で、ほとんどそういうものは使われていない。で、最後に例えばビルとか交通、こういうようなもの。これってその皆さんも、見て分かりかもしれないんですけれども、ほとんどその文化的な生活、つまりより長く生きるために薬を飲むとか、より便利に生きるためにこうコンピューターやらスマホを使う。で、より広くですね、人間が本来足とか、まあ、それだけで動くことができないようなところにたどり着くように交通を使ったり、まあ、本当はもうこれだけの範囲しかないのに高いビルを建ててですね、その、まあ、住むとか、そんなことのために実は石油とかそういうようなものを使ってて、しかもそれが文明というようなものとですね、非常に密接に関与している。ここの部分がすごく難しいんですね。で、この部分に対して私たちはバイオマスをどうやって使うか、そういうようなことっていうのを考えているわけです。で、もうこれだけその石油がはびこってしまって、これ石油化学というのは大体150年ぐらいもうすでに私たち石油を使い続けてですね、もう本当にきれいに使えるようにできてしまっているんですね。で、それに対してじゃあバイオマスどうやってこう頑張るんだよというような話になります。で、もう私たちもですね、この、まあ、量とこれだけのものを使わなきゃいけないという量と、あとはその石油というものがあまりにもきれいに使われているということに対して、これをそうどうやってやろうかというのはすごく難しいんですね。だけど今日一つこんなエグザンプルを持ってまいりました。これは東大のですね、岩田先生というバイオプラスチックの先生が作られたものなんですけれども、これはコーンですね、トウモロコシを原料にして作っている、これはペットボトルじゃないんですよ。ペットっていうのはポリエチレンテレフタラートなので、あれペットボトルっていうんですけど、これはペットではないんですね。ポリ乳酸から作ったそういうようなボトルでございます。で、これも展示のところに置いてますので、ぜひですね、皆さん手に取ってどんなふうに違うのかというのを見ていただけたらと思います。で、これはもう本当に普通に使えるものなんですね。なんですけれども、こういうようなものを、まあ、石油の代わりに使うか使わないかという、そういうような選択っていうのが私たちがしなければいけなくなるわけです。そうか、まあ、五十嵐よくやった、これだけそのバイオマスが使えるようなものがあるんであれば、もうガンガンこいつ使えばいいじゃないかというようなですね、そういうのも皆さん思われると思うんですが、ただ例えばですね、これは何個か問題がまだ残っています。今私コーン、トウモロコシから作ると言いましたけれども、トウモロコシから作っているということは実は食べ物と競合しているということになるわけですね。そうしますと食べ物を使ってプラスチックを作る、こんなことをやるのかというようなことになってきてしまいます。で、あとはですね、じゃあこれトウモロコシから作っているんですけれども、これ次のこれにも関係してくるんですけれども、そもそもそのトウモロコシというか、まあ、稲とかそういうものもみんなそうなんですが、例えば1年かけてそういうようなものが作られている。で、それに対してこれはどれだけ持つんだと
いうようなことっていうのはすごく重要になるんです。これは時間っていう考え方ですね。で結局ですね、そのバイオマス、いくらバイオマスを使っても、例えばこれ皆さんがご飯を食べるときとすごく似ているんですが、お米、1年分のお米大体秋に収穫されますよね。日本でもそうなんですが、それをそれ以上に食べてしまったらどうなるか、もちろんなくなってしまうわけです。でこれは全くバイオマスの場合同じなんですね。その1年間でできる草を使って1年以内もにかからないような、1年ももう持たないようなものを作ってしまったら、これは困るということになるわけです。じゃあ例えばこれが木になるとどうなるかというと、木というのは育つ、大きくなるまで20年かかる。そうするとそれを使うということは、やはりそれが結局その20年間かけて育ってくるわけですから、その20年分というのを大切にしなきゃいけないことになる。でこうなってくるとですね、そのバイオマスというのは実は利用するところというのもすごく重要なんだけれども、その20年のために育てる方というのがすごく重要になるというのは皆さん分かっていただけると思うんですね。でつまり、まあ、私がなぜ農学というところからですね、こういうようなアプローチをしているのかというと、結局それを支えるのは農業だということになってくるわけです。で、まあね、ここまで来るとそんなに頑張ってバイオマス使わなきゃいけないのかというようなことをですね、よく私たちも言われます。で最近だとシェールオイルとかですね、そういうようなものもいろいろ出てきてますよね。さてこの石油とか石炭、これを私たち今使っているんですけれども、これって3億年とかですね、5億年とか、こういうようなすっごく長い時間で作られてきたものなんですね。でそれを私たちはだいたい300年とかそれぐらいで消費しようとしている。つまりどういうことかというと、そのできる時間の100万倍の速度で使っているということになってしまうんですね。これ例えば1年の草とかそういうふうなものになると、だいたい30秒ぐらいで使い切っていることになってしまう。でこんなことをやっててもダメだろうというようなことが、それが私たちがですね、バイオマスを頑張って使いたくねっていうようなことのものなんですね。でまあ、そろそろ終わりにしますけれども、これ例えば皆さんですね、石油とか石炭でそもそも何からできているかってご存知ですか。これ石油石炭ってなんとなくそこから掘ってきたら石油石炭なので、もうあんまり気づかないんですけれども、例えば石油というのは昔の、すっごく昔の動物じゃないと言われております。で石炭というのはもうこれは確実にその非常に昔の植物だと言われているんですね。さあ皆さん、一番最初に私バイオマスって何だって言いましたっけ。生物の作ったものというのは全てバイオマスだということなんですね。つまりこれは結局のところは、バイオマスが、昔のすごく昔のバイオマスが時間をかけていくことによって、化石資源、石油石炭っていうようなものに変わっていったっていうことになるんですね。そうするとその今バイオマスを使うか使わないかっていう、そういうふうな話ですとか、石油とか石炭をどうしようか、そういう話っていうのが世の中にすごく蔓延してるんですけども、そうではないだろうと。要は地球上のですね、そういう、まあ、ある有機物の資源というものを、そもそも何年でできたものを何年で使っていくのか、そういう時間っていう感覚で、これはですね、私バイオマスの研究をしているといつも言われるのが、その時間がかかりすぎるということを言われるんですけれども、やはり時間をかけてそういうですね、まあ、使い方というものを学んでいく、そんなような姿勢が重要なのかなというふうに考えています。でですね、最後これは皆さんに持って帰っていただきたい、今日ちょっと一句ですね、先ほどもクリスさん日本語と英語とでね、すごい詩作ってましたけれども、私も一句作ってみました。バイオマス、時をかければ化石資源、キヨヒコと。どうも皆さんありがとうございました。